装備庁がストブル用バージ整備に着手するとの情報をキャッチしました。今回は F-35B 戦闘機の有効活用を詳しく見ていきますね。確かに護衛艦出雲、加賀だけでなく別の使い方もあるようですね。日本特有の離島への緊急運用など考えられます。日本では最大で9連休とも言われた今年2023年の4月末から5月頭のゴールデンウィーク期間だったが、それが明けてすぐの5月8日に防衛装備庁はこれまでにない新たな委託業務の希望事業者を募る動きを起こした。この委託業務はストブル用バージ、橋家の整備に関する調査研究と題されたもので、その地面からはストブル機を橋家を用いた形でいずれかの場所において運用することを想定していると受け取れる。ストブルとはショートテイクオフ&バーティカルランディングの頭文字で、日本語ではおおむね短距離離陸、垂直着陸と訳され、そうした運用形態が可能な航空機のことがストブル機と総称されている状態である。この2023年の時点で日本と関わりのあるストブル機といえば、アメリカのロッキード・マーチン社製の第5世代戦闘機の一つのバージョンである F-35 ライトニング 2B 型であり、航空自衛隊がこれまでに42機の調達を進めている。これら42機が調達される航空自衛隊の F-35 ライトニング 2B 型は現在進行形で大きく2度に分割された航空母艦化改修工事を経て、出雲と加賀という2隻の出雲、片護衛艦の艦載機となることが確定している。ただし、現状でヘリコプター搭載護衛艦として収益を開始していた出雲、片護衛艦は、その航空母艦化改修工事の終了後も、常時 F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする運用ではないとされ、あくまで必要に応じた対応と説明されている。これは出雲、片護衛艦がヘリコプター搭載護衛艦としても現在の海上自衛隊の艦艇の中で最大の回転翼機の同時運用能力を持つことも一因と考えられ、それらの回転翼機の持つ高位対戦哨戒能力をすぐに外せないゆえだろう。今や日本の最大の仮想敵国となった中国は、尖閣諸島などの南西諸島方面への軍事的な圧力の増加に加え、南シナ海の大半を一方的に自国領だと宣言して、同海に核兵器を搭載可能な大陸間弾道弾を備える戦略型原子力潜水艦を有力させている。それらへの対処を考慮した場合、出雲、片護衛艦2隻の持つ追戦哨戒能力の重要性は高まりこそすれ、低下することは現状では想定しづらく、出雲、片護衛艦に続く同能力を強化した艦艇の新造も急ぐべきではあろう。そして橋家とは、内陸部の河川や運河等の水路や港湾部内において、重量のある貨物等を積載して運搬することを目的として用いられている、イーワバイカダのような船底の浅い板状の船舶のことを指す用語である。橋家は、主として船舶とは言うものの自らは、機関部を備えていない、ケースが多く、大半は、タグボート等によって、移動を行う運用形態となっており、英語では、バージ、または、ライターと呼称されていることが多い。今回、防衛装備庁が、ストブル用バージ、橋家の整備に関する調査研究という表現の委託業務を公示したことから推察するに、専用の橋家からストブル機を運用する可能性を探ろうとしていると考えられる。防衛装備庁は、ストブル用バージ、橋家の整備に関する調査研究に取り組む業者を公示して募ることに際して、大きく3つの項目を満たすことを
その応募に必須の事業者の資格として挙げ、制限を課している。まず、一つ目の条件は、航空自衛隊が艦艇で運用する航空機等のその使用環境における知識を持つことであり、出雲、片子栄艦デストブルキタル、F35 ライトニング 2B 型の使用環境に対する知識を備えていることだとみなせるだろう。二つ目の条件が、海上自衛隊の持つ出雲、片子栄艦の特別改造の設計、及び建造に関する実績を有することであり、これは、読んで字のごとく、現行の出雲、片子栄艦の航空母艦化改修の設計や建造に実際に携わっている必要が謳われている。そして、最後三つ目が、出雲、片子栄艦の航空母艦化改修に実績を有する事業者と技術提携等を通じ、今回の募集の調査研究に必要となる実施体制を構築可能なこととされており、一応実績のみではないことがフォローされてはいる。こうしたストブル用バージ、橋家の整備に関する調査研究の工事で述べられた地面を見ても、ストブルキタル F35 ライトニング 2B 型を運用可能な橋家を検討することが目的とは思われるが、具体的な内容までは断定できない。いずれにせよ、現行の出雲、片子栄艦の当初の新造や、現在進行形である航空母艦化改修の実施のどちらも、ジャパン・マリン・ユナイテッド社が担当しており、個人的には、知識面も実績面も、同社以外に、適役の事業者は、ないように感じられる。現在のジャパンマリンユナイテッド社は、2013年に、ユニバーサル造船社と IHI マリンユナイテッド社が合併して誕生したものだが、出雲、片子栄艦の前級であるヒューが、片ヘリコプター搭載護衛艦も手掛けている。そのため、実質的に、日本における、全通艦板を備えた艦艇の建造は、これまでは、一貫して、現ジャパンマリンユナイテッド社と、その前身の企業が担ってきた経緯があり、同社以上に、その知見を備えた企業は皆無であると言ってよいだろう。さて、航空母艦改修が着々と進められている出雲、片子栄艦2隻であるが、F35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用することの大きな目的の一つは、南西諸島方面において、通常の戦闘機が発着可能な滑走路が非常に限定されることが想定される。現在、航空自衛隊では通常滑走路で運用される F35 ライトニング 2A 型の調達と配備を進めており、こちらも現時点で総数105機が予定されており、アメリカ以外の国の中では最も多い調達数となることが確実視されている。しかし、こうした F35 ライトニング 2A 型などの運用に必要な滑走路は、南西諸島方面では、ほぼ、沖縄本島の那覇基地のみに限定され、仮に、中国との間で、有事が発生した場合には、真っ先にミサイル攻撃を受ける可能性が高い。そうなるとに、日本の通常滑走路から、運用される戦闘機等の航空戦力は、著しく、制限を受けることとなるため、航空母艦化された出雲、片子栄艦は、移動可能な基地として、F35 ライトニング 2B 型を前線に投射する、唯一の存在とも位置づけられるだろう。しかし、出雲、片子栄艦は、艦艇である以上、他の護衛艦による防空支援はあるとはいえ、近年、富に、射程距離の延伸が著しい追艦ミサイルによって、特に、その飽和攻撃にさらされれば、能力を喪失する危険性も高い。そこで、今回の、ストブル用バージ、橋家の整備に関する調査研究によって、
F-35 ライトニング 2B 型の発着が可能なハシケが実用化されれば、出雲、片護衛艦に依存しない同機の運用も可能となるのではないだろうか。単に、F-35 ライトニング 2B 型の発着が可能なハシケを保持するだけでは、その燃料や兵装等の備蓄や整備等の拠点とはなり固いかもしれないが、そこは、南西諸島に、今後の対策を期待するべき点だとも思える。ロシア・ウクライナ戦争のこれまでの推移を見ても、両国が相互にある程度の対空ミサイルを前線に配備し、防空網を構築している状況下では、いわゆる第4世代機までの戦闘機は、積極的な行動を起こせない構図が浮かび上がっている。したがって、F-35 ライトニング 2B 型は、その短距離離陸、垂直着陸という特性ゆえに、兵装や燃料の搭載量が少なく、作戦行動半径が狭いという欠点はあるものの、非常に有効で、生存性の高い航空戦力となるのではないかと感じている。